はい、こんにちは。誕生日でございます。ありがとうございます。33歳です。年やね。ということでですね、はい、コメントをいただくわけですよ。何でしょう。もう僕の企画はいつもコメントから決まってるんですよ、はいはいはい、視聴者の意見を取り入れて。さすが。いや、クソ適当やないよ。クソ適当やよ。適当ちゃいますよ。さすが。さすが。でですね、はい、本日は防御力強いというか、いつもこうもらってる人、うんうんうん、たくさん、まあ、達人の攻撃とか、はい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 、縁の下の力持ちですよ、はい、誰がいますか。西山先生ね。西山先生もらってる。痛いっすね。西山先生別にあの主役ないよ、ね、ああ、そうです、はい、もう一人しかいないでしょ。誰ですか。小池さんですよ。そうですよ。今日ね、僕久々に小池さんと会えて嬉しいんです。小池さん来るかどうか知ってた。知らない。お前来るな。だから前回からやりたいなと思って。ああ、なるほどなるほど。それを誰にも言わずに行ったら小池さんは嫌がってこうへんちゃう。はいはいはい。それを阻止しようと。阻止しようと。まあ、早速ちょっと、はい、じゃあ2人に登場しました。雨宮先生と小池さん、お願いします。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 小池さん。小池さん、ありがとうございます。待って、小池さん愛が強すぎんだよ。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。気になってるんですけど、いつも小池さん、なんでこれ空手の道具なんですか。これがメインなんですか。これ指定道場指定してる。あ、そうなんですか、はい、こういうのじゃないんですか、はい、負けない。次、今3段なので、はい、商談したら高松さん。え、その段のテストってどういう内容があるんですか。いや、踏み入れちゃいけないところに踏み入れたな。いや、体だったら肩これ覚えてるとかあれじゃないですか、はいはいはい、覚えるだけちゃうのよ。もう全てトータル的に先生が OK やってなったら。あ、なるほど、ね、基準はないの。わかりました。ありがとうございます。そうですよね。はい、そうです。そういうことです。なるほど、なるほど。ということでですね、雨宮先生の打撃を耐え続ける小池さん。ちょっとスポットライトじゃないですけど、はい、そこにフォーカスをするかと。はい、来るわけです、本当に。何を言ってるんですか。まあ、雨宮先生の攻撃、こう来るじゃないですか、はい、僕と小池さん、どっちが無表情で耐えれるのか。笑ったりも、はい、ダメです。無表情っす。いじげる。はい、もう真顔。なるほど。あ、間違えました。3人ですね。うん、はい、1、2、3。いやいや、俺はい、3です。俺、無理やで。ダメです、ダメです。ダメ。だから今日、痛いとか叫んだらダメですよ。ダメ。はい、ダメ。無表情。痛いって叫んだらもう、この後の飲み会、敵がいっぱいですから、ね、ちなみに、眉毛上がるのはダメ。あ、そういうのもこれやばいやん。ほんと良くない。生理現象やん。生理現象。それは眉毛上がるの生理現象やん。せやん。じゃあね、小池さん、はい、なんでこいつのチャンネルでこんなんやらなかった。我々には何にも美味しいことないですよ。事故ですよね、お前ね。まあでも好きだと思いますので。勝手に決めつけてる。ちなみに骨折れてるみたいです。疲労骨折って、はい、やりすぎると疲労骨折します。動いてて急に痛ってなるんですか。気がついたのが痛いな。あ、病院で、ね、まあ、連絡取るじゃないですか。だから、まあ、折れてますね。で、折れてるのは肋骨と胸骨。胸骨ですよね。ここが折れるってすごくない。多分俺、殴られて折れるって分かるのは空手家で胸骨、あ、あるね、はいはい、あるあるですね。え、ちなみにそれ病院で連絡取ったじゃないですか。なんか言われたんですか。叩かれたんですか。とか、はい、折れてますねって言われただけですか。はい、あ、じゃあ降りてるんだ。何をやるんですか、うん、いや、その攻撃が、そのあんまりそれが悪化しないような攻撃がいいですね。ローキック。ロー別にいいけど、ローだったら小池さんが、なるほどね、あれがあるから。そうそうね。ちなみにごめんごめん、ちょっとさ、これさ、視聴者も分かってないけど、どうしたら負けなの。だから表情を変えたり、うん、リアクションを取ったら負けです。リアクションを取ったら負けなのね。誰が一番リアクションを変えずに生き残れるかってこと。そうです。じゃあ3人が10発やって生き残ってたら11発目があるってことね。そうです。はい、いや、それはちょっと濃すぎるね。じゃあ決めましょう。何発か。3発とか2発。3発にしましょう。1発。もう何やねん。もうどん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 過激になってんねん、あなたのチャンネル。そんなことないです。視聴者が求めてることをやってるんです。これ、はい、じゃあ2人でやってくれよ。じゃあ雨宮先生に3発種類の違う痛い攻撃を。何でもいいですよ。何でもいいんで、話とかもいいですか。ちょっと何か種類、まあ、当てみでもいいですよ、はいはい、当てみと当てみと何かみたいな。何か、はい、じゃあ関節何秒か決めよう。5秒とか。あ、そうね。そうね。じゃあそれでいきましょう。はい、はい、じゃあ、はい、先生お願いします。やりたいね。勝手にやりなさいな。順番決めましょうか。あ、そうだね。はい、小池さん、ちなみに、はい、自信はありますか。どうだろう。あります。いやいや、疑問知らんの。ちなみに当てみと、はい、関節と、はい、
ローキックだったら、もちろんローキックやんないですけど、はい、ローキックだったらどれが一番嫌ですか。ローキック。あ、じゃあもうないんで大丈夫です。やっぱ大丈夫です。じゃあちょっと順番決めましょう。ありがとうございました。誰からいきます。じゃんけんでいいじゃん。じゃあ片順でいきましょう。じゃんけん、ほい。勝つ気ないよ。はい、行こうでしょ。1番。じゃんけん、ほい。2番、3番。徐々に上がってくるやつちゃうのさ、はい。じゃあ先生、お願いします。え、それあの、どこ叩いてもいいですか。同じところがいいっすね。あ、3人には。3人とも同じ部位。胸だったら胸で。大丈夫そうっすか。はい、はい、いつも通り。じゃあ、行きますか。お願いします。はい、じゃあ行きますね。うわっ。おー、何も変わったら何笑ってんだよ。何笑ってんだよ。自分で提案したことで威力やばいくらい。でも何も変わってなかった。進化絶対みんなするんだけど、うん、進化しすぎてない。俺なんか最初の頃のあの打撃のあれがないな。もっと、うん、優しかったね。気がする。なるほどね。ちょっと待って、どうしたいよ。どうしたいよ。ちょっと体調悪いわ。体調悪い。パッと行きましょう。パッと。お願いします。はい。じゃあ、笑かするらしい。笑かするらしい。何も笑かしてないやん。じゃあ、こっち答えてほしい。なんでや。笑かするらしい。笑かしてないやん。目の前にいるだけ、目の前にいるだけおもろいですよ。それはずるいやん。ずるい。何もやってへんやん。なし。何もやってへんやな、わしは。わしは。先生、お願いします。はい。ちょっと待って。どうだ。ちょっとおかしいやん、こんなやつ。それはアメリア先生のことを笑かそうとしてる。ちょっと落としますね。はい、イージー。本当かい。超シュールやん、これ。あ、今変わった。うん、全然全然大丈夫。どうぞ、3番目。空手家の人ってすごいですね。いや、全然、もうペーペーのペーペーです。フルコーンさんの場合、眉毛チェックしておきましょう。眉毛ね、今出てるな、うん、じゃあ、笑ってんじゃん。何がええやないかに、笑ったって。ええやないか。負けっすよ。なんで笑ってるから。ノーリアクションっすよ。ノーリアクションっす。いや、だって嬉しい感情があるやん。なんで殴られたら。そうですね。ってことは言って大丈夫ですよね。はい、すいません。あ、なんかちょっと、あれ？ちょっと逃げませんでした今。逃げましたよ。あと歯で出なかったな。うん？どうですか？リアクション取りました？いや、取ってないな。どう見ても。はいはい。まあここは引き分けですね。イージーゲーム。はい。じゃあ次行きましょうか。2本目の種目はあります。当て身ですか。当て身じゃなくても何でもいいです。じゃあ関節いきますか。どうも。ってなると3種目目の過酷さが何になるのかって。そうなんよね。小池さん、ちなみに関節は得意ですか。まあ、練習はしてますけど、はい、してますけど、どんな感じなんだろう。やっぱ道場とかで痛いとか言ってやっぱ怒られたりするんですか。怒られます。ああ、じゃあダメだ。強い、うん、ちなみにどんな関節か一度やってもらって、ね、どういうやつをやるのかなっていう。2つありまして、2つどっちがいいかなってちょっと迷ってるんですけど、はい、まあ、サロペットって大丈夫ですか。大丈夫です。痛いっすよ。痛いっすよ。それやばいっすね。はい。え、これが1個。これ1個。よいしょ。じゃあ裏裏手。あ、ダメ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 。サロ手がいいっすね。多分今のは肘逆パカのやつでしょ。いや、パカするよ。じゃあサロ手で。ちなみに小池さん、サロ手どうですか。痛いっすよ。痛いは痛いっすけど、無表情で耐え抜くのが小池さんだと思います。じゃあ何秒決めましょう。3秒。3秒。3秒って長いかな。短いですか、3秒って。ちょっと、どうすか、どうすか。3秒1、2、3。3秒ぐらいがちょうどいいですね。そうですね、はい。もう顔死んでんだよ。いきましょう、いきましょう。はい。あ、じゃあ、雨宮先生、はいって言ってから数えば。じゃあ、かけますね。はい、はい、かけます。1、2、3。嘘やろ。そうや、わかる。え、見たくないですか。大丈夫です、大丈夫です。え、これはあかん。どう今見て。死人。死人で、死人死体にやってる感じ。
これ先生、あれ痛いですよね、絶対に。痛いですよ。まあ、実を言うと、小池さん、ずっとかっこう練習してるんで、強くなってるんですよ。うん、まあ、本来はこれ、かけて崩すんですよ。で、崩れるんですけど、やってると崩れにくいんで、この正中線攻めます、こうやって。うん、こう決まってるんで。だって、この時は顔、あれですもんね。あ、ちょ、こっちは効くんですよ。崩された方が。いやでも多分普通のやつやばい。普通のやつもらったでしょ。いや無理だよ。いやだってそれで普通に立ってた意味が分からない。けどまあ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 、まあ、僕らもね、まあ、空手家の端くれなんで、うん、崩します。いやダメです。ああ絶対ダメです。絶対にダメ。2人目から謎に強くなるっていう、はい、じゃあ行きますか。はい、じゃあ網谷先生、決まったら合図をお願いします。はい、はい、ちょっと決まったら合図か、はい、ちょっとね数えるの遅かったよ。もうちょいテンポよく数えて。テンポって何やった？テンポ、テンポ。もうその時点で嫌な感じで。いや、この時点で痛いのよ。でも俺は大丈夫。小池さんができたんだったら俺もできるはず。ちょっと待ってくださいね、先生。ちょっと心の準備だけさせてください。はい、ちなみにこれどこ痛くなるやつ？ここですよね。ここです。手首折れたりしないですよね。しないです。はい、わかりました。3秒間だけ耐えます。じゃあ行きますね。はい！1、あら、あ、今から。1。リーサー。待って、どうリアクションやった？ごめん、これ許してくれ。これあかんわ。そう、忍者はいけんのかって。